やってまいりましょう。手持ちのスムすべて紹介し終わるまで終われません。続きましてはリル&スティッチよりスティッチ、彼も初期面ですかね。うんね、フィニー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 ってね、スティッチエンカウンターってやったことないんだな。一回入ってみたいなって思うんですけどね。なかなか一緒に行く人があんまりそういう系、そのだからタートルトークとかがあんま興味ある人とかね、行ったことがないんで、なかなか一緒に行こうっていう機会は残念ながらないけど、まあ僕個人はああいうの好きだからね、行ってみたいんだけどね。おお、さすが LL サイズだったら結構消しますね。うん、というところなんですけどね。タートルトークもね、まさかね、一回ね、あれって手挙げて、なんか質問あるやついるかーいって、質問があるやつがいたらヒレを上げてくれーって言ってね、こうやったらね、僕はその質問があったら手を挙げてくれの前に、この列の一番右に座っている昆布を首に巻いたお兄さん、ヒレを上げてくれーって言ってね、で僕だったんですよ。もう当てられてね、でこうね、君名前はなんて言うんだいって言ってね、僕ね、本名をねフルネームでね言っちゃうっていうね。そしたらそっからねフルネームで言われるんですよ。山田太郎みたいな感じでずっとフルネームで言われてね、でしかもずっと監視されるっていうね。いや、あれはね、まあ、貴重な経験だったけどね、貴重な経験だったんだけど、だいぶ恥ずかしかった。何しててもね、お客さんにこう笑われるようないじりをね、終始15分くらい展開されるっていう、なかなかね、は、お兄さんよかったよって声かけられたからよかったんだけどね、周りの他のお客さんにね。うん、はい。ちなみに、リロ&スティッチは、ハワイにあるアウラニリゾートっていうところでも、やっぱりそのハワイが舞台になってるんで、キャラとして登場するんですよ。そしたらサインもらえますよ。お、レベルも上がりましたね。はい、サイン欲しい方はぜひハワイに行ってみてください。ということで、次回また。